ラーダ・ベスタは、ロシアの自動車メーカーアフトバースが、製造、販売する自動車ブランド、ラーダの一車種。ラーダ車ラインナップ中のラーダ・プリオラを代替した。以前は、フィアットのモデルをベースに作られていたが、アフトバースが、日産、ルノー傘下に加入後の2015年からの、現行モデルは、日産車をベースに生産されるようになった。ベスタのベースは、日産のグローバルモデルである、 ダットサンミドゥである。ベスタの販売は二千十五年十一月二十五日に開始され、四万九千六百三十五台を売り上げて二千十八年前半に最も売れた国産車となり、同年の終わりには十万八千三百六十四台を売り上げて、ロシアで最も売れた車となった。搭載しているエンジンはバス二万千百二十九である。ボア八十二ミリメートル。 ストローク7 5 6ト、mm、ルであるが、これは、ダットサンミドゥのエンジンと同サイズであるので、同じ設計のエンジンを使っていることになる。ラーダベスタは、ダットサンミドゥよりも設計が新しく、最新の技術を盛り込んであり、安全性も高い。デザインを含めた商品的魅力も高い。そのおかげで、ロシアでは人気が高い。ラーダブランドは、ロシアでは量販ブランドで、 1> 第1位となっている。車の開発コストは約65クルーブルに達した。最初の試作ボディは2014年11月5日にイジェフスクで溶接された。2015年2月6日、ベスト最初のボディがイジェフスクで投資の工程を用いて溶接、塗装がされた。2015年9月25日、量産を開始する厳粛な式典が行われた。 最初のセダンは2015年11月25日に発売され、次にハッチバックが販売されると想定されていたが、その後計画が変更され、2017年にステーションワゴンとオフロードバージョンの量産が開始された。ロシアでのベスタセダンは3つの基本トリムで販売。当初予定の価格は約40万ルーブルで、その後アフトバースのボアンダーソン社長は50から55万ルーブルに、 価格を上げることを決定。2015年11月24日に最終的な最低販売価格が51万4000ルーブルと発表された。2016年12月の時点で価格は52万9000ルーブルから、2017年11月末の価格は55万4900ルーブルから、2019年11月25日にリニューアルされた、 ベスタの販売が開始された。主な変更点は、ルノー H4 マークエンジンと連携して動作するジャトコ、JF-015E 型 CVT 搭載車の登場。CVT を搭載したにもかかわらず、178mm の高い地上高を維持することができた。2019年末から2020年初頭に、スタイル変更モデル、ベスタフロリダのリリースが計画されている。 完全に新しいフロントフェイシア、ドアトリム、およびセンターコンソールを装着する。インテリアも変更され、エアコンユニットが組み合わされた、マルチメディアシステムのタブレットが装備される。その革新性は、車の外装にも影響を与え、新しいバンパーとラジエーターグリルさらに前後ライトも、異なるデザインとなる。全長は、プリオラの寸法を超え、4.41メートル。 ラーダ B プラットフォームを使用しており、未実現のラーダ C プロジェクトをさらに処理。デザインはラーダ X 類コンセプトカーに基づいている。L 字型のレバーと5度の新しいステアリングナックルとキャスターを備えた完全にオリジナルのフロントサスペンションを採用。ステアリングはルノーメガアヌからのものとされている。ステアリングコラムは全グレードでデチルトテレスコピック可能。 ブレーキやラジエーターなどの一部のコンポーネントは、ルノー日産の設計から借用されている。基本仕様のクラシック、中級のコンフォート、トップのラックスの3つの基本グレードがある。セダンについては、シンプルなスタンダードパッケージとトップエンドのエクスクルーシブパッケージも用意されている。すべてのトリムレベルにはオプションがある。クラシックは、スタート、コンフォートは、 マルチメディアとイメージ、ラックスはマルチメディアとプレステージ。アーキャブメソッドを使用したオートレビューによるクラッシュテストの結果、ベスタは16点中14.1点を獲得、4つ星の評価を得た。ベスタはフォードフォーカスや初代ヒュンダイソラリスなどよりも安全との評価である。ベスタを上回るのは第2世代のヒュンダイソラリスとフォルクスワーゲンポロのみ。 2016年、上級のダックス仕様にサイドエアバッグの装着が始まった。2018年、アフトバースは自動車の安全性をわずかに改善。オートレビュー衝突テストの過去の結果に1ポイントが追加。結果、16点中15.1点、5つ星。フォルクスワーゲンポロよりも安全であるとの評価になり、ベスタより高い評価なのは、 16点中16点と5つ、星を獲得した第二世代のヒュンダイソラリスのみである。ラーダ・ベスタ・スポーツ・クリスマス・チャンピオン・レース、2019、ラーダ・スポーツ・ファクトリーチームが、世界ツーリング・カー選手権に2015年と2016年、380馬力の1.6リッター,ターボエンジンを、搭載したラーダ・ベスタ・ TC1 で参加した。フランスの会社、 オーカがグローバルレースエンジンの規制の下で制作するが、チームはメーカーの中で3位に終わった。2016年シーズンに WTCC で3勝の記録を含む9回の表彰台に上り、全レースで最良の結果を示すことができた。一方、2017年までに世界選手権は深刻な危機に瀕し、ラーダスポーツは撤退することを決めた。 レーシングベスタ自体はその年、イタリアのプライベートチーム RC、モータースポーツによって使用された。ベスタのパイロットは WTCC で19回の表彰台を獲得。ラーダベスタの警察バージョン2019年1月、現在、少なくとも100台の車が、ロシア連邦の交通警察とロシアの様々な地域の交通警察で運用されている。特に、ベスタは、 サンクトペテルブルクのニジニノブゴロドとスベルドロフスクの地域及びウドムルト共和国で使用されている。ありがとうございます。